変わらず画面総額で更新しよう。で今ゲーム配信がなされた。え、早じゃあみんなに更新見てもらおうか。一回ホストベアの更新を見てもらいますね。あ、こんばんは、こんばんは、めっちゃ来た、めっちゃ来てくれました。どういうかと思った。なるね、いたがまだと思ってね。板橋ゲーム、板橋ゲームでこんな見てくれるのすごいな。何人、23人か。私の方では見れないですね。 YouTube が受信している動画が少ないため滑らかなストリーミングができません。何ですか。バッファ、バッファが発生してるやん。ねえ、みんなバッファの発生のこと教えて。要改善。どういうことですか。止まってんじゃね、俺らもなんなら。止まっている。あれ？でも良好ですみたいなの来てるな。見えてんのかな。ちょっと前のやつなんじゃない。なるほどね。見えてる？見えてるよって。バッファ見れてます。あ、見えてんだ。見えてんならいいか。声と動画がずれてる。私の方ではでも板橋ゲーム見られませんね。なんで？俺の携帯は？ちょっと動かしてみるね。はい、はい、はい。みんな見えてる？いい、楽しい。本当はね、放送前にみんなやるんだろうけどね。こんなもん見せちゃいます。あ、全然動いてるわ。なんで僕見れないの？動いた。あ、接続状態は非常に良好になってる今。なんでやねん。じゃあもういっか。うん。見えてんなら。で、俺のスマホでだけ見れないだけでしょ？そう。いいじゃん。これコメントお聞くする？お聞くします。取ろっかな。強制喋るぜえな。いや、つけちゃいなよ。つけちゃっていいかな。味でしょ。味ね。はい、ぷよ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 。じゃ一回とりあえず僕と竹内でぷよぷよして、まあ、僕のが全然強いですけど、一回そこ起こして分からせようかな。ボコしがいがあるんだ。気に入って。あ、なんかなっちゃったけど。あ、大丈夫？中断されない？ねえ、どういうこと？決して大丈夫？いける？ちょっとこれ一回閉じます。大丈夫？あ、いけてる。あ、いけてないか。いけてない。だからどうなってる今。あ、でも見えてるみんな。酔う、YouTube、YouTube 調べるじゃない。いや、これちょっと意味わかんないな。さっきの画面が見当たらない。あ、でも配信はできてるな。みんなのコメントが読めないよ。画面が見当たらない。あ、でも配信はできてるな。そう俺みんなの来てきた。はい、もうこれでコメント見ます。ちょっと遅れたコメントを見ますと。はい、いっか。ちょっとめっちゃ重いんだよなこのマスク。50キロあったから。関係なぷよぷよ。これどっち？こっちか。どっちだろうね。びっくりしたでしょ、喋んねえの俺ら。いけ。やばい、いい勝負。でも今ので俺使い果たしたな。
完全に私もよあー違うよ。なるほど。いけ、頼む、なんとかなれ。いいよ、はい、来た、はい、素晴らしい。頼む頼む、あーよっしゃやばそう。あ、待ってよ、待って、それはちょっと怖いです。いけ、やめろ。やったやった、見た見た見た、ちょっと俺顔見切れまくりだな。こうか、見た、あ、どっちがどっちか分かってないか。右が吉野、左が竹内。はい、今言ったらところでちょっと遅いんでしょうね。よしよしよし、やばこいつやってるわ。よし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 、いや、試合中に目離してるやつが終わりに決まってんだろうかよ。お前ダーティーだよ、やってやるよ、バカにしやがって。うわ、やばい、あ、違う気がするね。違う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 、何や、はい、うざい、それはうざい、それやばいよ、マジで。良さそう。ちょっと待って待って待って、ファイヤーシュート、やばそう。耐え耐えかい、こんだけやって。あ、ミスってる、まいか、違うね、あ、やばいね、これはやばいよ。ちょっと待って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 、あー、おやったー、くそー、あと見た、あと一回負けたら、見た、あと一回負けたら終わりだ。見てた、やばそうやばそう、わかんないけど、全然違うな。一回いけ、いけいけ、あ、待ってください待ってください、あ、待ってください待ってください待ってください、あー、ミスってる、うざいね。インファイト行くか、もうこうなったら、あ、こいつこいつやってるわ。インファイトするか、緑は欲しい、緑が欲しいです。黄色、やばいやばい、やだ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 、来い、なんとかなれ、はい、なんとかなった、いい勝負いい勝負。あー、いい、おい、絶対落ちてほしくないところに落ちたんですけど。はい、もう一発ゾーン。ああ、まあ全然これぐらいだったな。ちょっと待って、やれることねー。黄色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 、やれることねって、なんとかなれ、いけ、無理だ、やばいか、青、ミスってる、紫、あー、ちょっと待ってよ、それちょっと待ってよ、紫、
ちょっと待って待って待って、それやばそうだね。あはははははは、ゲロゲロ、あはははよっしゃ、はいくそー、コメントが遅い。おい、執行ティンボロ負けって書いてる。なるほどね、やったぜ。すいません、もう一回お願いします。オッケー、ゴー。すいません、最初は舐めた口聞いちゃって本当にすいませんでした。おー、いいよいいよ。あ、竹内さん、最初はみんなそうだからね。はい、すいません。何人見てんだろう。竹内強、でかくできんだもん、これできますよ。いけ、141人。平成チックで可愛いって書いてる。平成がもうそんな風に言われんだ。確かに俺らで言う昭和の言い方してるな。全然昭和だろ、あとこのゲーム。よし、頑張るよ。本気出しまーす。はい、かっこ悪いこと言ってる。あとこれやりづらいな、マジで。かっこ悪いこと言ってる。これめっちゃやりづらいな、はい、緑紫をいきます。はい、紫。あ、間違えてるよ、間違えてる。こうだ、いけ。絶妙、これはまずい。はい、緑。これはまずい。赤。インファイトしてる。青。はい、紫。ちょっと待って、これやばいよ。ナチュラル出てる。ちょ、やばい。紫、こいって。やばい。それじゃない。あはは。やった。よし。本気出せよ、しの。あら、本気を知ってるやついるやん、お前の。俺の。赤。はい、黄色です。黄色が欲しいです。あー、ミスってる。もう分かんなくなっちゃった。いやだねー、それ。駄菓子か、それやだよ。はい、緑。赤。やばそう。やばい。一旦行ったねー。一旦逃げろ。あー、逃げるやつ。あはははは。ショー。行かれた。やばそう。やばいって。うふう。粘れ。ミステル。粘れ。粘れ。いいよ。はい、グッド。あっちゃ。はいグッド。いいですよ。ちょー。待ってくださいよ。いける。来い。耐えた。はい、来た。さすがにいった。さすがにいった。おい、執行マンって言うな。お醤油みたいに。執行マンね。はい。緑。うん。紫。でこれこうで
こうでオッケーっす。やばそうやばそう、なんかわかんないけど、はい、全然あービビっちゃったビビっちゃったビビっちゃった、まあいっか。あーくそー待ってくれよ黄色、赤赤、はいはいはい、でここ黄色重ねて、これの、これで、こうの、こうで、こうで、はい、お疲れ様でした。やばそうやばそうやばそう現状もいってビビんねん、それやめろやうわ一番違うって、うわやられた、完全にやられましたね。ドンで、ドンで、ドンで、はい、お疲れ様です。うわちゃんとやばいやおいめっちゃ積んだのに俺、しゃ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 、悔しい。青青、え、わかい、やばい、わかんなくなった。オッケー、紫、紫欲しいです。こっちです、紫。これ何やったらいいの、シャ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 二人でこんなやり合った結果がいい勝負だ。あ、待って、でもやばい、あーバックの、うーん、あーちょっと、そう、赤赤赤、すごい分かんなくなってくんなね。うん、やばそう、全然、ちょっと待って、大丈夫、あー変なとこ消した、失うってやる気、はーん違うかも、あー違うね、オッケー、ラッキーラッキー、来い来い来い、あーダメだ、やばいんじゃない、そんなに、ちょっと待って、大丈夫、あーサーフサーフサーフ、サーフ出ました、とうとうわーい大喜びやばいね、キッコーマン、キッコーマンだ、力キッコーマン、待って、あーはーい、嫌なとこ、あー嫌なとこちょっとやる、あーやる気なくしそう、やる気なくそう、あ違うわ、まあわら、いいか、やばいんじゃない、あーなんとかなれ、オッケー、ちょっと待って、やばいんじゃない、待って、マーニー、耐えうる、紫紫紫、いやちょっと待って、聞いてない聞いてない赤赤赤、聞いてない聞いてない聞いてない、まず紫で赤赤いきます、やば急に赤赤赤、急にどうした、赤赤赤、なんか早くなってる、これ早くなってる、待ってミスった、蓋した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 、おお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 あ、ミスった、おいや、うまくいかん、マウスとかあるけどね、いいよいいよマウスとかいいブイブヨブイブヨ、住岡市不在です、
なるほど。あー違うんだ。じゃあわかんない。ミスってるねこれは。じゃああーミスった。良さそうだったのに。違うな。黄色っ。一回忘れよ。すべて。やば。やば。うわーやばいとこ置くね。待ってー。セーフ。キロキロキロ。一回落ち着こうよということで。頼むぞ。危ねえ。もうあそこしかできない俺。もうあそこ落とすのよ絶対。ちょ待って。やばそう。耐えただけ。ちょっとやれることないな。あミスってる。来い。なんとかない。待って。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょ待って。やばいって。やれることない、やれることない、やれることないって。やあさよっしゃ。右が吉野で左が竹内です。はい。今一瞬ちいかわいた。おいズーすんなこいつ。やばいって。勝っちゃ何でもいいんだよ。ダーティーだよ。例えば還元って言ってる。この時代で目撃者がいない時代の言葉。ミスタルー行け。ザコ、ザコファイヤー、ザコファイヤーやめてー、ザコファイヤーやめてー、ザコファイヤー、ザコファイヤーやめてー。ちょっとザコファイヤーで死にそう。あーミスった。ちょっ待って、ザコファイヤーで、ザコファイヤー、ザコファイヤーで死んだ。ぷよぷよ勉強になる。せやな。ほんまか。ちょっとでも接触が悪いね俺の。どういう意味やね。大丈夫かなこんなんで。どうしたらいいんだこれ。あ、オッケー。ミスタルオッケーです。はい。あミスってめっちゃ危ない。セーフ。これですね。これでいいんですよ。はい。ちょっと待って。まあ、来ないんすもんだって欲しいやつが。こんなんマジで運ゲーだよ運ゲー。今ぶち切れやん。今見てたよね。5回連続であの紫来なかったんすよ。ぶち切れやん。5回連続で紫来ないわ。やってるんだよな。運営がやっちゃってんだよな。じゃあチリツモくそー。しゃあタケチタケチタケチ。おいスープハルサムのコメント読むな。くそ運営だ。もう一回向かい。これでもコメント来てないのか。来てない。いやそのそんなに来てないのか。ああ流れが遅いね。確かにね。コメントしても読まれないもんな。まあね、ごめんなさいね。ゲーム配信ってこんなん。いやこうもうコメントを一切見ないっていう可能性もね。うん。
あーミスだ。全然違うかも今回は。あ、いけるか。あー違う、ね、間違えた。いけてる、いけてる、いけてる。バイアシュートいったんじゃない今。あれ同じ、もしかして同じ。危ねえ。いけ、待ってください。バイアシュート、いい勝負。頑張んないと。あはん、あはん、おほ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 ん、いけよ。あ、待って、ミスってる。ちょっと待って、待ってくれ、そこだけは、そこだけは、そこだけは待ってください。ラッキーっぽい、ラッキーっぽい。ちょっともう何が何やら。ザ・ファイヤー、待って。ちょっと何々だなこれ。あー違う、全然違う。めっちゃラッキー。おい、めっちゃラッキーって聞こえた、怖いよ。ずっとラッキーやな、なんか。全然やん、でもめっちゃ早い、早い、流れ早い、流れ早いよ。緑、あー違うぜ、それ違うぜ。あー、ミスってる。赤が欲しい。携帯線立て直そう。ちょっと待って、怖い音した、怖い音した。これでなんとかなるよ、さすがに。めちゃくちゃ長期戦だぞ今。緑、ちょっと待って、やばいよ、やばいよこれ。ちょっと待ってー、はあ、しー素晴らしい、今のはいい勝負、いい勝負だったね。お邪魔っぽい1個だけ食ってくんの可愛いってわかるわ。可愛いよね、可愛さね。あー、意味わからん。黄色、黄色、黄色。やばそう。まあ、行かれてんのね。マニー。マニー。マニー、違うね、負けないよ、これ違うよ、今んとこ違うよ。あーで、これは合ってる。で、こうの、こうで、こうで、私はもうこういっちゃいますと、これで、こうの、こうの、やばそう、やばそう、やばそう、おい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 、やばいって、いけ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 、すべすべ、あー危ない、いけた、粘れ粘れ粘れ。粘られてるし、俺はもう行ったと思って完全にやめてた。やばいよ。粘れ粘れ。違う、これ違う、これ違う、これ違う、違う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 。やばいんじゃない？やばいとしてるよ。どうやだよ。あ、来た来る。はい、来た。よろしいやね。よっしゃ。免許に厳しいゲーム。
いやマリカー以外で言われるの俺おかしいんだけど。マリカーはわかんだけどさ。黄色黄色黄色。黄色一個足んない。黄色一個足んない。黄色一個足んない。来ないよ。黄色来て。黄色来て。来た。で？で？よいしょ。よいしょ。耐えろ。よいしょということで。めっちゃ勝った感じ出してるから耐えてくれ。はは。勝て勝て、これで貸して、これで貸して。さあ。恥ずかしめたかった。危ない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 。紫の青青青。え、もう邪魔を邪魔なプヨを消したまでさ。ちょっと多いね、紫多ない。ちょっといらんな。行っちゃえもん。耐えろバカがよ。あはは、終わるかも終わるかも。え、終わってない。終わるかも終わるかも終わるかも。おい、出れないよ。しゃ負けた。よし。実況少なくてもいい勝負だから見てて楽しい。確かに、ね、実況じゃないもんな。うん、見てもらってるだけだからゲームを。ただただあ、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 熱い熱いです。ちなみにこれ声聞こえてないとかないですか？あ、ごめん、デコッとしちゃった。なんかやる？いいよ。俺はぷよぷよでもいいし、なんでもいいよ。なんかあったっけな、やったことないやつ。二人でやれる？ファミコンってな。ファミコンだもんな、結局。そうね、俺たちって。俺たちの始まりって。そんな話はしてないんだよ。あの頃。音声完璧。バッチリ聞こえてます。で今ゲーム見てもらってたから実況できることする。うん、なるほど。次はさ、うん、なんだろう、なんかゆっくりおしとやかにできるゲームとかね。おしとやかに、うん、今のやる。クッキングシミュレーターやる。え、そうしよう。こんなもん実況じゃないとやんないんだから。逆にクッキングシミュレーターおもろいからね。これ2人プレイできないでしょ。できないんじゃない。竹内が一時期狂ったようにやってたやつでしょ。そう、バイトみたいなゲームね。バイトみたいで楽しいって言ってやってた。バイトみたいで楽しいんだよな、クッキングシミュレーター。何よ。269人ありがとうございます。桃鉄100年って狂ったこと言ってるやついるな。あ、やるか。1年ぐらいかかるやろあれ。ポケスナ、あるよ。ポケモンスナップね。キングシミュレーター楽しいよねって言ってる人。チュートリアルあんのかな。飛ばしたいな。ひたすらフルーツ切るやつですね。フルーツとか野菜とかね。おかしいって。あーな、長いな。もう嫌かもね。もう嫌だね。でも5歳の子が来てくれてたよ。何それ。あーかわいい。長いよね。クッキングシミュレーターって水菜ちぎれないんですか？ね、ちぎりたいもんなんだけどね。こっちだってちぎりたいんだけどね。音めっちゃでかいのかなこれ。めっちゃパンパンって赤なってた。あ、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 はい、準備フェーズ。これでね、仕込みやんのよ。お前さ。仕込もう。
260人で仕込み民の、なんでみんな俺の仕込み見といて。おい、なんで260人でお前の仕込み民だよ。え、バイブ。レモン落とした、レモン落とした。レモン落とす、あ、レモン落とした。レモン落とすなって。これね、はい、仕込み、仕込み、こうです。あ手切るとかないの？手切るとかない、大丈夫。じゃあ安全だね。早く切れって早く切れって。せめてな。おい、ちゃんと切れって。何してん。オッケー、切れました。手で押さえずにこうやって切る人。仕込みね。オッケーオッケー。ここ、ゴミ箱。もうこれもう包丁いらねえから。使い捨て。包丁、レモン切れたからもう大丈夫。レモン切るためだけに、そうそうそう、火事場で製作された包丁、ね、少なかったからレモン、もっといっぱい切りたいから。ああ、お皿に乗っけます。はい、1個ずつしか持てないんだ。そう、でもお皿があるといっぱいね、こうやっていけますんで。え、切る？いっぱい、ちょっと、うん、ちょっと切りたいから、これ邪魔やね、これね、これ落ちたやつもね、使えるんです。いや、まあ、その使えてるだけだけどね。包丁ないけど。包丁、あ、こっちにあるんだよ。あれ、やべ、ないわ。やべ、やばいよ、やばいよ。包丁売ってくれ、俺に。お前が捨ててたから、包丁。俺に包丁売ってくれ。捨てたよ。やばい、やばい。発注かけるしかないってこと？発注かけるしかないんだよ。包丁。包丁どこで売ってんだっけ？はい、やべ、準備フェーズ終わっちゃった。え？準備フェーズ終了しちゃった。やばい。新しい注文来た。準備フェーズ終わった？やばい。もう注文通さんといけんってこと？そう。大クレーム、包丁がない状態で俺はやるぞ。大クレーム入るから。やばいやばい。強制終わった後のその裏側固定で滑舌悪いから、本当に仕事できないやつみたいになってる。強制取りたい。マス 200g ね。オッケーオッケー。マジの仕事できないやつみたいになってる。あ、やべ、調味料も買い方忘れたな。ちょっとやばいよ。え、今準備フェーズ？準備フェーズ。さっきの注文はどうなったの？注文これね、これなんだよ。はいはい。で、マス200も買わなきゃいけないな。どこで買うんだっけな。誰か知ってる人いる？ちょっと買い方わかる人います？どこで買うんだっけな。買い方がわかんなくて積んでます今。あ、音楽。小粋なミュージックじゃん。とりあえず音楽流さないとね。始まんねえ。いらんってミュージック。うん、どこ？全然注文通さんから厨房行ってみようってなって曲聴いてたら腹立つから。ブチ切れちゃうよマジで。貸したんだ。うん、こう左は？どうやった？あ、これか。これね、レシピマネージャーね。なるほどね。どこで買うんだっけな。これ忘れたのマジで。やばい。これだいぶやばいよ。やばいよ。焦ってきた。焦ってきた。バイトぐらい焦ってきた。いや、手放せない。一回捨てろ、一回捨てろ。ちょっと一回捨てろ。やばい、もう一回レモン出すか。レモン、一回レモンしかないから、レモン出すわ。一回レモン出そう。レモン出そう。レモン出すわ、俺。切ったレモン出そう。切ったレモン出すわ。一回切ったレモン出すしかない。よし、それ、もう持ってけ。もういい、もういい、もういい。持ってけ、持ってけ。少ないとバレるから。あ、そう。早く早く掴め、掴めってお前、掴め。二個でいくわ。もう出せ出せ。いや、なんとか通れ、奇跡で通れ、いけ、奇跡で通れ。お願いしまーす。いけ、通れ。マスのオーブン焼き、いけ。奇跡で通れ。来い。マスのオーブン焼き。やばい。通れ通れ。時間だけめっちゃ褒められてるわ。通れ。許されろ。クレームさえこんかったらいいから最悪。クレームさえこんかったらよかったら。今日店長おらん？あ、私たちも来た。オッケーオッケー。今日店長おらん？今日店長おらん。あ、だクレームこんがったらとりあえず大丈夫。音楽やる。音楽ちょうるさいな。違う音楽にする。次、注文来る？注文来たもん。包丁、包丁をさ、包丁がね、注文来るのはいいんだけど。うわぁ、サーモンステーキ、ボイルドポテトね。あ、オッケーオッケー。でもレモンしかないかな。レモンしかないんだよな。他の食材はちょっと、他は確かにな。レモン以外あるっしょ。じゃがいもんじゃん。じゃがいも、じゃがいもいい。じゃがいも熱い。ポテトなんか言ってたもん、ね、ポテトって言ってた。オッケー。ポテトって言ってたよ。あ、これだ。注文、注文できるやつ。でももう玉ねぎ、玉ねぎ時間あれか、
玉ねぎ、トマト、トマト、あ、落ちた、でレモンか、ちょっと待って、落ちた、落ちた、落ちた、拾って、拾って、オッケーオッケー、これ時間まだ間に合うの、これ時間はまだ大丈夫、結構多めに取ってくれてる、オッケーオッケー、いや落ちたよ、なんか落ちた、落ちた、玉ねぎ、玉ねぎ、つかめ、あーやばいやばい、全部落ちた、違う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 、あ、乗った乗った、オッケー乗った乗った、オッケー来た、いけ、どれ大丈夫か、時間あるなら、あ、まあいいか、もうこれこれ速攻で送って、うん、次のやつに行く、でも包丁をさ、オッケー、これ怒られるのもしょうがないとして、うん、これ一回怒られて、時間だけめっちゃ褒めてくる、時間はね、さすがに、これどこと名声落ちてない、あ、お客様の口調あるわ、不足してます、塩、あー、ごそうか、塩がね、塩が塩が足りてなかった、そう、塩が足りてねえわ、塩気がね、ほんまやほんまや、塩足りてないわ、塩かけてたらいけてた可能性、なるほどね、いい、もう包丁、包丁頼む、包丁ないともう話にならんから、オッケーオッケー、これで、ね、どういうこと、これでいける、おお、包丁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 、音楽うるせえなテレビの音消すテレビ、あ、包丁ある、めっちゃ、包丁300円、たっけー、ちょっと待って、待ってよー、こっちなしから始めてんだけど、なんで300円もすんの、700円しか持ってなくて包丁300円かかるならさ、最初に包丁用意しとけよ次何、マス200、はい、マス、マス買おう、マス買おう、マスがこれね、きた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 、熱い熱い、マジで熱い、購入です、はい、マスをどうする、塩コショウ5、タイムディル、はい、OK、 え、置いて、とりあえず塩、塩、塩コショウを、塩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 、はい、塩コショウ、塩、塩と黒コショウ、はい、一旦置きます、黒コショウ、黒コショウ、黒コショウ置きます、来た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 、で、タイムって言ってたの、タイムって何、タイム、これだ、な、何タイムって、わかんない、ディル、あ、あっち、オッケー、今やっ使ったよ、で、滑舌悪いな俺仕事できないやつ、黒コショウ考え、 5g ね、かけろかけろかけろ、はい、オッケー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 、でいいね、で、タイムディル、タイムディル、ね、タイム、タイムディルって何、これタイムディルですね、タイムディルって何、スパイスですね、あ、魚持っちゃった、名前きたね、何グラム落ちてた、5、あ、ね、いや、いいよ、もういいよ、5ぐらいでいいや、で、これもね、ディルね、ディルね、はい、何グラム、5ですね、5、大体こんなの5ですから、はい、OK、きた、で、で、あれは、塩、塩かけて、塩はないね、天板に置く、90秒、焼きます、おっしゃ、はい、マジで熱いよ、来てるよ、マジで熱い、これはこれね、ね、どういうこと、これ天板なんです、天板に置く、置く、置く、置くができない、置く、実験そこ置く、置く、天板持つ、持つ、で、これを持つ、置く、来た、で、これを開く、開く、入れる、入れる、90秒、90秒、はい、90秒数えといて、滑舌悪いなこいつ90秒数えといて、え、タイマー、タイマー、タイマーはもうちょっと時間がないんで、あれ他のやつも用意しなきゃいけないから、1、2、3、4、ホーラ、ホースラディッシュ、7、8、乾燥後、9、10、11、12、ホースラディッシュって何、10、15、あんじゃない、16、あった、これだ、18、え、かけんの、11、かけます、え、かけてないよ、31、後でもいいのかな、そうじゃん、焼けた後じゃん、33、30、てか全部焼けた後だったとか可能性ある、30、熱い状態でいく、カットレモンだ、やってきた、どういうこと、4分の1ピース、カットレモン4分の1カットしてるよ、カットしてるよ、4分の1、1個、い、下にあるやつ4分の1分ぐらいなんじゃない、ね、これ大体そうだよな、これいくか、じゃあこれってちょうどええやんか、だいぶちょうどいいよ、いい、とりあえず置いといて、めっちゃ薄いけど、きた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 、89、90、90、はい、きたきた、いけいけ、いきます、ちょうどいい、ちょうどいい、きたきたきた、うわ、めっちゃいい色、いい色ですよ、置いて、で、あっちから触れねえんだ、これ、え、どういうこと、あっちはこれ鉄板、鉄板持ってたよ、鉄板持ってたよねこのまま出すじゃん、この鉄板のまま出したらいけるか、そうね、魚だけ持てないでしょ、うん、鉄板持ってるけど、これレモン置いてこれレモン置くでしょ、あともう何もいらないの、あとね、なんかいんのよ、何がいい、フレッシュ、パセリの葉、フレッシュいきます、フレッシュ、この辺にあるんだよ、確かに、滑舌悪いな、こいつここでいきます、いいね、いいよ、いいよ、マジでいいよ、で、もうこれか、で、これだ、
あ、ホースラディッシュ。ホースラディッシュが5g ね。5g。はい。いいよ。はい、OK。いいんじゃないでしょうか。来た。よし、出しちゃおう。いきまーす。オケねんだ。あー、くそ。さすがにね。これをさらにペペインってできるのかな。ペインっていけるはず。あ、ほら、こうやって。こうやってさ。あー、いいよ。いけ、いけ、いけ、いけ。分かれってこんぐらい。あーあーやばい、魚が。ちょっと待って、どうなった？ちょっと一回魚、あ、魚持てる。ちょやばい。いける。クレーム来るよ。クレーム来る。オッケー、いけた。で、パセリと、パセリとレモンで。来た、いけ。はい、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。ゆっくりいくよー。いきまーす。クレーム来ちゃう。これはいいんじゃないだよ。これでもマジでえぐいよ。はい。え、出しちゃ。どうだ？おお。ほら。来た来た。お客様の苦情、完璧だったよ。あれ、レモンの四つ切りね、パンダだったんかな。いいですね、素晴らしい、素晴らしいです。これいいよ、自信出てきた。バイトの初日を目指すね。確かに、こうやって経験積んでいくんだよ。はい、新しい注文です。トマトスープ、チキンブイヨン700ミリ、深皿ね。お金ってさっきから増えたのかな。ちょっと増えてるはず。トリキングで、でっかい鍋欲しいね。なんで都度金増えんねん。はい、店にしては資金なさすぎるな。ちょっとチキンブイヨン、チキンブイヨン、いきまーす。700、これね、チキンブイヨン700。700いきます。どうだ、どう。はい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 、あー気持ち悪い。はいはいはい、あ、いいよ、もういい。OK、 700ちょうどいい。ほぼで、塩 12g。 塩あるよね。塩あります。12。はい、いきます。いいよ、いいよ。はい、 OK、 ナイス。で、次が塩、黒こし塩、黒こし塩が何グラムですかね。 12g ですね。これ大体、これ全部 12g だから、それで覚えておいて。はい、わかりました。うん、続きまして、竹内くん、調味料振るのうまいね。はい、やってた前なんか。そうですね、あの、はい、駐車場やってました。一体駐車場でバイトしてました。あー、はい、だからだ。ありがとうございます。ね、すごい、初めてと思えないぐらい上手だよ。すいません、ありがとうございます。これ違う。ホースラディッシュ使わない。ホースラディッシュ確か使わないから。捨てようか、捨てようか、じゃあ。もう。カニンペッパーが。カニンペッパー。で、何でしたっけ。あ、もう5、順々に。はい、大体12だ、はい、これは。はい、いいよ。でも12で覚えた。で、次がトマト960。トマト、トマトが960。あ、もう入れちゃおう、これ入れちゃいます。トマトある。はい、1、960だからね。4、5、6、大体7個ぐらい、はい、違うか、8個、8個だね。で、玉ねぎが120。覚えてた、覚えてます。いいね、竹内くん。はい、いいよ。1個入った。で、これ切ったりとかなく、切ったりとかもうなしでいきます。あ、そう、大丈夫。60秒間茹でる、茹でる、水いらず、はい、水いらずということで、チキンブイヨンです、ね。あ、はい、いきます。トマト水いらずということで、トマト水いらず、家族水いらずみたいなノリで。な、何秒？60秒。はい、数えます。1、2、ちょっとどっちかわかんないから、どっちもついけといて。4、5、6、1、8。それ何、これで潰せんの、ね、よ、確か。え、やっとくかも。潰しちゃおう。はい、いいよ、いいね、竹内くん。すいません、ありがとうございます。上手だね。でも、なんかやってた、こ前。ああ、そうです、あのカラオケ屋でバイトしてました。だからか、はい、初めてと思えない。サワークリーム、もう用意しとくよ。あー、偉いね。はい、えらいよ。いただきます。はい、 OK、 あとは待つだけ。お、もう待つだけになっちゃってね。深皿、深皿用意しようか。用意しとく。はい、置いて。はい、いいよ。 OK、 これもサークリーマと入れたら終わりだからね。サークリーマと入れたらおしまいですね。はい、で、今があと30秒。はい、わかりました。
いや手持ち無沙汰だな、やっぱ仕事がね、仕事ができると、はい、そのレモン捨てようか。はい、レモン捨てます。もうね、邪魔やから、うん、これのもう捨てちゃってよっ。あ、マネ止めちゃったマネ止めちゃった一回もう捨てちゃおうマリオゴルフみたいにゲージがあるの何なんだろう距離をね、あの機能だけ意味わかんない。距離を距離稼ぎたいときない。ちょっとでも動かずに行けるときね、行けますから。音楽変えましょう。あ、いいですよ。あ、いいね、うん、外とか見ちゃおう。確かにねいい。あ、結構いい、すごいね、街並みだな。反映してるね、アキラの世界みたいな。ほんまや、いいですね。いいですね。さ、そうこうしてるうちに、あ、そう、スープ、スープ、スープですね。はい、いいんじゃないでしょうか。ちょうどいいですね。で、サワークリームですね、入れちゃいましょう。もう入れちゃいましょう。そう、それね、これを150、はい、入れまーす。150、ストップ。はい、オッケー250入れてたけどこれでいいでしょう。で、これを300ml ね。 OK、 これ大事。おし、っけ、 OK、 おー、いいよ、マジでこれ相当いい。これも捨てちゃおう。これもういらないやつか、うん、そこ、もうなんか、あ、OK、OK、 OK、 で、これで終了ですね。はい、もう出す出す、はい、もうスピード命だから俺。はい、 OK、これはさすがにいいんじゃないでしょうか。これマジ、おお、あざます、あざます。苦情多すぎね多すぎいやー、よかったんじゃないでしょうか。あ、なんか言われてない。怖い人来たやばい怖い人来た一瞬来ちゃった。よかったよかった。あ、今日は就業だった。あ、今日は就業。あ、掃除フェーズ、オッケー。掃除フェーズ、お片付けしないとダメだ。汚しちゃったから。汚しちゃったからね。あ、お料理上手って来てますありがとうございます。火災は起きてないんだっけ。今日は、今日火災は起きてないね一応、うん、危なそうな、その火元がね、一回あったから危ないから、ちょっとビビリビビリくんねあの、フライヤーも右にあったから。そっかそっか、一応。あ、それもねはいはいはい、オッケーオッケー、いいよ。で、右にフライヤーある。右にフライヤーが、これ、明日使うやつ。うん危ないからね。うん、一応これぐらい、用事に越したことないから、うん、ないからね、本当に。もうね、出荷とかあるから確かに、ね、危ないからね、曲も。で、ちょっとそのさ、開けてさ、うんうん、あのお客さんの方にかけるいけっかな。ちょ、開けてお客さんの方、お客さん燃えちゃう可能性もあるから。ないからね、あ、一回ね。あ、いいよいいよ、ありがとう。これもういいよ、これだいたい燃えそうなとこはもう全部拭いた、ね、もうだいたい行きましたね、うん、はい、以上です。これちゃんと元に戻して、明日も使うから、明日も使うから。それ何、ちょい、なんでしょう、ちょい、それで開けた今なんかあったんだ、食材なんかあんだね、ここに。これはもうどうしたらいいんだ。オッケーオッケーオッケー、いけた今オッケーオッケーこれ何、これお掃除のやつ。これめっちゃ気持ちいいよ。うわ、いいね。ほら、ここに、ここはもうトマト汚しちゃってるから、トマト汚しちゃってるから、これレモンに引っかかって通れないの。わ、はい、いいよ、綺麗。お掃除上手ね。お掃除上手音がおもろいな音がおもろいですね。あ、水ね。そう、これちゃんと掃除しないと。それそのままにしたらマジで朝晩の人に怒られる。朝晩の人に怒られる絶対大体仲悪いんだよね、うん、締めの人と朝晩の人、オープンの人。あ、もうダメだこれもう駒戻しちゃう。投げたら綺麗になるね、これって皆さんもね、バイトの時分かんないと思いますけど、投げたら綺麗になるね。だいたいね、洗うとかも時間の無駄なんで、はい、時短でいきましょう。あと
OK かな。だいたいこんなもんですか、ね。こっち側はあんま汚してないんで。はい。OK でーす。こんな感じでーす。あれでも。それなに、それなに、それなに。これ？うん。これなんだっけ。あ、ホースダルディッシュ。ちゃんとゴミ箱、ちゃんとゴミ箱入れない。ちゃんとゴミ箱入れない。危ない。怒られちゃうから。早番の人に。ホースダルディッシュ落ちてるぐらいならゴミ箱入れといた方が早番の人に怒られる。ダーツもやって。ダーツある。ダーツある。こんなもんですか。そうです、ね。はい。オッケーです。オッケーです。あ、でもなんかレシピアンロックみたいにちょっとうるさいなこれ。未承知。なるほどね。なるほど。これがないと見れないんだ。そういうこっちゃ。来た時に。あ、あ、今度はビーツを使うようになるぞ。失敗職人ちょっとここで。なるほどね。はーい。素晴らしいです。はい。完成。いやーいいね。いいゲームでしょ。初日にしてはもうだいぶ。うん。だってほら今。マイナス466円でしょ総収入ね。チップもらってない？チップもらってるよ。4個。4個もらってるよ。4個お金4個もらってる。よかったね、お金4個もらえて。いや、よかった。よし、もやる？俺はいいや次のゲームいくじゃん。これそうね、次のゲームよかった。でもマジで、うん、いいバイトだったな。いいバイトでしょ。400人見てる。もう一回やってもいいかな、これ。いいね。もう一回やる、これ。もう一回やるか。オッケー。じゃあちょっと一回取りますわ、俺。強制。強制をね。これね、今日行ってきたんですよ。取れるよっつって、今日来月取れるよみたいに言ったら、あれ、いや、この3倍ぐらいでかいやつつけられて、で、もう喋れなくなっちゃって。あが。いや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 。はい、撮りました。でもこの綺麗な状態見えてっから、これ久々に竹内の素の歯みたいな、ね、俺の素の歯、素の歯めちゃくちゃ気持ちいい。素の歯いてててててて、痛いんやなんか痛いな、矯正してる時より。なんで？なんで戻ろうとしてんかな。そう、戻り防止装置つけてるから、その装置が思ったよりこっちダメだよってやってんのかも。なるほどね。うん、あ、なんかスキルもらえんだよ。パークアンロックする代わりに追加で3ポイントのスキル。なるほど、なんかそのおぼついてなかったのは新人やから。そうそうそう、なるほど。うん、俺のせいじゃない、全然。新人やからか。うん、だからなんか安定した手元とかあるもんね。そう、返金って何？アイテム手に取られてする。返金して名声スコア失わないようにできるって。え、材料カットしてた時間がゆっくり流れるっていう。え、スキルあんじゃん。スローモーション。うん、マジのスキルみたい。タイムリワインダーある。よりアラナイザー。はい、フェアリータッチ。はい、フェアリータッチです。絶対フェアリータッチです、うん、フェアリータッチするに越したことないからね、うん、キッチンのデコレーションが安くなるって。どう、はい、キッチンのデコレーションが安くなるって。それ何が？フェアリータッチ？設備修理が早くなる。あ、スキルポイント3あるやん。うん。あ、失う目線、これいいじゃん。どうせみんななんかやんや言ってくんだから。なるほどね。これに全振りします。怒られないに全振り。怒られないに全振りします。怒られないスキルがね、実はバイトって一番大事なんですよ。いや、ほんに、うん、あんま仕事できんけど、こいつ絶対怒られないよな、そうそう、みたいなやつ。ミスしないとかできないですから。怒られないことに集中してください、皆さん。準備フェーズね。うわ、だから朝晩のやつそのまんまにしてるやん。マジやん。片付けろよ。してや。ちょっとまな板買おうか。まな板買おう。なんかなくなってたよね。なくなってたなんか。昨日。うん。まな板買おう。40円。安いわ。あ、オッケー。ミキサーの上ある。これですね。で、レモン切っとくか、もう。そうね、まだ来てないでしょ。まだ来てない注文。今のうちにレモン切っとく。うん、まずは4つぐらい切っちゃう。4つぐらいね、1個1円だから4つぐらい切っとくか。とりあえずレモン切っときゃいいから。とりあえずレモン切っときゃいいから。昨日レモン残ってたのこれ。そうです。衛生的にね、良くないですから。もうあそこに置いてあったことから、サラも捨てた。一回切ろ、一回切ろ。
で昨日ね俺思い出したんだけど昨日の失敗、うん、手口それ切り終わった後、うん、包丁捨てちゃってたから、ああその後包丁300円で買ってたからあれがもったいないわ。あれか、それだけ気をつけよう。ほんまや、思い出した。俺もちょっとテンパっちゃっててちゃんと指示してあげられなかったんだけど、切り替えたすぎるなお互いの責任か。じゃあごめんねそれは。でこれで OK。 いいね、はい OK です。おおむね、おおむね仕込みはこれで OK です。今日の仕込みは、仕込みはこれで OK です。よし待とう。はい、結構ね朝の仕込みみたいになってね、うん、もう慣れてきたらすぐ終わって、そうこの時間なんかなんならそのサボっちゃうみたいなのあるから不安だと思うんですけど、意外とね早く終われば俺ほどいいんです仕事っていうのは。そういうもんだから、なんかもう買っちゃおう、うん、マスとか買っちゃおうか、貼って買っちゃおう、これ来るだろうみたいなの貼って、うん、買っといちゃう。いやマジそうね、トマトこぼれてるところの横を置いて魚を鮮魚を、まあ、そのトマトこぼれてるところの横を置いて置いとこう、置いとこう、儀式これ儀式はい OK です。部族のこんだけやれ一緒、怖い儀式。いやちょっと俺マジでマスもっと買っといた方がいいと思う。 OK、 マスだって来てたでしょ、昨日2回ぐらいマス来てたから。マジですこれマス買って、だから来すぎて昨日レモン出しちゃった最初焦ってでもマスもう買えるだけ買おう。 OKOK。 あでもいざという時にさっきみたいに包丁とか買えんかったらやばいか。なるほどね、確かに。こんぐらいにしとくか、マス。 OK、 多いな、マスこんぐらいにしとくか。マス多いな、こんぐらいあったらまあまあ乗り切れんじゃないかな。これでもマジでね、慣れてくるとバイトリーダーとかって大体これは来るなみたいなの発注先にしとくから。そうなんすよ、何用とかで言い出すからね、結構やっぱ。いいよいいよ、でも賞味料は正直めっちゃ持ってるから、うん、でもなんか憧れのやつとかない？これ包丁大、包丁めっちゃあるな、包丁いらないな、バケツないっしょ、バケツバケツないっしょ、これ使っとくか。 OKOK、 来た来たこれでね、いつ火事が起きてる水ぶっかけれるからね、バケツさえあれば、うん、やべ、注文来た、注文来る、注文来たんちゃう。やばい、来た来た、やばい、しっかりしっかり着地回して、おいおい、一生着地回せ、あ、マスター、オッケー、あ、ちょ、置いて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 、オッケーオッケー、あれでしょ、オッケーオッケー、溜めて溜めて、もういいか、オッケー、もういいか、よし、いいです、いいか、置いたまんまにして、置いたまんまにして、もういいです、じゃあ捨てよ、はい、そこ、ばい、一緒行こう、行こう、注文来ちゃった、あ、やばい、音楽かけてない、音楽かけてない。はい、オッケー、シンプルなウクライナ風ボルシチ、チキンブイヨン、はい、得意、はい、得意です。昨日投げたやつがありますので、これですね、これで投げて綺麗にしてるから、はい、チキンブイヨン、チキンブイヨン、チキンブイヨンあるよ、チキンブイヨンあった、あるある、これ手前手前、あ、でもないか、そうそうそう、結局線だから丸一で使った方が早いっていう、もうこれでいいんちゃう、これでいっか、もったいないでしょ、その買うので、塩20、胡椒20です。味料も無限にあるから、うん、塩20、はい、いいよいいよ、おおむねで、うん、胡椒20、これ大体でも20ぐらいでいいから、うん、最初は、ね、新人の頃って綺麗に測るけど、そう、あれやっぱ笑っちゃうんだよね、あれやってる人見ると、うん、ちゃんと計量カップでやる、そうそう、もうしてないからね、可愛いって思うけどね。ビーツ600、タムネ120、ビーツって何、ビーツはもう、あっけいやつですね、大ビーツ2、3、4、600、600です、あ、いいね、あ、じゃあミスったタムネギだと思ったタムネギだと思っちゃったオッケー、で、で人参が70、人参70で、パセリが80、あったんだ、人参あったんだね、昨日一回も見てないから、葉パセリ、葉パセリ、葉パセリ、これか、はい、80、これ違うな、葉パセリか、まあ、じゃがいも入ってるからもういいか、じゃがいも入ってるからいいか、あ、ネパセリか、ネパセリ、根野菜っつうんだったらまあ一緒か、そう、じゃがいもだね、うん、で、このどっちかわかんないから2個つけこの生の野菜たちをこの生野菜たちを1回潰した方がいいんちゃう、潰した方がいいか、120秒ですね、とりあえず。オッケー、数えとくわ。これマジでお手のもんだな。慣れてきたな、ね、慣れたもん。やっぱね、バイト経験者とまた違うんだよ。
確かに俺はそもそもバイト経験者だから結構やってるわ飲食店。黒っ黒いのなんか黒っ黒いなこれ黒別にいいよあれお客さんに出すわけじゃないからこれもうこれもう待つだけやろほんとや深皿に300余裕深皿置いて余裕ですね魚ジャンプ魚ジャンプまとめとくかこれちょまとめといて魚邪魔だから魚邪魔だからいいねいいよいいよあいいじゃんめっちゃいいね仕事できるねこの間にだからその待ってる間に何もしないのとするのって全然違うから全然違うからね仕事ができる人深皿出して深皿出して深皿ですいいよ深皿をね置いとくか置いとくかもうこれも外どう今日天気いいですねここ最近天気うん昨日も良かったしあのビルってあったっけ前いやでも新築っぽくない新築っぽくないねあったかななんかビルとかってなくなるとこ何があったかな確かにねなんかあったことだけわかるけどみたいな、うん、何だったかなと思いますよ思いますか、うん、ここ以外全部住宅ですね駆け寄ってくるよねみんなそうですね団地のたまに1階にある飯屋みたいな大丈夫人いる全部窓ガラス割れてないわね確かにねなんかさ終わった街みたいな匂いがする、うん怖いな進撃の巨人の放棄された町の確かになその覗いてくる感じさ危ないよねこれ何階何階だ結構高い結構高いよね結構高い位置下が見えんから行くんですよあいいねノリノリなミュージックそれ何これ何それ何あ油かたぶらじゃんえこういうことだどういうことほらほらさっきさ俺スキルゲットしたじゃんあえどういうことで油かたぶらはあ、もうできてるわ綺麗になるっていうスキルえどういうことその部屋の汚さが全部なくなるってマジ一回やってみるじゃんうんちょっと汚したいななんかブイヨンみたいなあこれで汚すじゃんこれ汚すんだけどちょっとお前目の前のことに集中しすぎてるなお前ちょっと目の前のことに X 押すと、うん、ほらうわすごっ消えんのよそうそうそういやお前ちょっと目の前のことにまっすぐになりすぎちゃってるわどういうことやばいほんとあーやばいわあーやばいわ時間がないよお前やばいやばいそう忘れた忘れた水ね違う違う忘れた水はもう忘れすぎなんだけどやばいちょっとどうやって止めんの水水を溜めてあのコンロぶっかけて、うん、もう消しちゃおう水あ、オッケーこれ水どうやって止めんのあ、止めたオッケー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 あー消えた消えた急げって言われてるやばいよちょっと待ってもう深皿は用意してるからトマトを一回これ水入れてバレないんじゃないいやバレんかもマジで、うん、300g 300ですか300っつってたから300そうこれ一生できないなこれ一生できないなこれパッとやりたいとこなんだけどなで、はいはいよ300、OK! で、深皿用意してるから用意してるから深皿に水を注ぐちょあ、いいよ来たで、トマ何だっけそれトマト乗せちゃおうトマトじゃないわ、あれビーツだビーツ1個乗せよそのビーツその OK、ビーツが一番主要成分だからこれですね、ビーツ1個はい、もうやばいやばい時間超過だやばいやばい怒られる出せ出せ拍手で怒られる怒られる拍手で怒られる出せ出せ出せ拠点長おらんからいけるいける時間評価されてるな OKOKOK よかった、名声防御力上げといてよかった、名声名声の防御力上げてるからそうそうそう温度完璧って言ってるわ温度完璧一熱心もしてないよサーモンフィレサーモンかくそ塩コショウ 5g ずつバカみたいにマスあんのにサーモン来てるなこれはもう行こう簡
単だから。これめっちゃ簡単じゃない、うん、もうできてんじゃん。もうできてる。いいね、手際がいい。マジで手際がいいっしょ。で、ひまわりオイルとサーモンフィレ。ひまわりオイル鍋、あ、焼くやつだ。ひまわりオイル、ひまわりオイルがあるんだよ確か。鍋を拾って拾って落としておいた、あらかじめ落としておいた鍋拾ってサーモン、あ、ひまわりオイ オイルで、これを 10ml です。オッケー、 30ml ね。30ml いっちゃったな。音がずっと鳴り続けてる。どういうこと？やりすぎ油かたぶらあるから。そうね、いくら汚してもいいか。マジで便利だ。もういいよ。あ、ダメだ。はい、オッケー。おー、ナイス。10で、サーモンフィレオッケー。これでもいいわ。これを入れるの。うん、こうですね。めっちゃいいやん。そう、グイグイグイ。何今グイ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 。気になるな、この立ってる状態が。確かにな、立ってる状態気になるな。潰したいんちゃう、あれで。潰したいっけか。安定した手元欲しい。オッケー。味変わんねえから。味変わんねえから。これを両面を6周両面ですね。両面だ、もう60秒でいいよ。一気に両面焼けるから。わあ、いいね、あったんだ、これ。使えよ、さっき最初から。オッケーオッケー。これ1分取ったらこれでひっくり返します。まだ時間大丈夫、怒られてない。うん、まあ大丈夫。あ、でもベイクドポテトあるわ。ボイルドポテトだ。なに？これ付け合わせ。急ごう。どういうこと？深皿に水100、1000、塩20、じゃがいも30、120秒茹でるですね。深皿、とりあえずこれ深皿に。なるほどね。なんつったっけ？300。レモンだ。1個入っちゃった。オッケー。あ、やべ、どれかわかんねえ。一緒だ、全く一緒だ。水1000ね。水1000。いいよ。ストップ。はい、オッケー。オッケー。で、塩が、まあ、5振り。5振り。あ、もう時間来てる。フィレ時間来てる。来てる。オッケー。急げ。で、ひっくり返す。あれは？パニクってるわ、これ。パニクってるわ。パニクってるね。オッケー、いい、オッケー。返しました。はい。あと、はい。あ、もういいや。潰そう。あれ、潰そう。これ潰すか。これ火つける。どっちだ？で、これ2分。オッケーよー。はい。オッケー。いいね、ポテト潰さんでいいの？ポテトはね、潰さんでいい。あ、そっか。オッケー。でもそのマジポテトだけ固形やったらバレるから、うん、あ、サーモン潰しちゃったから。なるほどね、全部潰した方が分かりやすいか。ポテトだけ固形やったらマジでバレやすい。確かに。全部誘導ね。近未来です。いいね。皿も準備して。ひまわり料理進めない。いいね。あ、もういいんちゃう、あれ。あ、オッケー。サーモンフィレ1分。サーモンフィレがこれ出来上がりました。で、お皿に注いで、サーモンフィレをお皿に注いで。ちょっとこぼして。竹内くん、ちょっと手元が下手すぎるよ。
オーケーで、ボイルドポテトも後で注いだら完成。そうね。じゃがいもが 300g で、 300g 言えばいいか。うん、 300ml。 うん、 OK。 300ml いけばいい。自分が頑張りました。名称スープにされてなかったポテトも。いやいや、ポテトだけどね。ボイルドポテト、ボイルドポテト間違えてデミスープって言われても。まだちょっと時間余ったな。時間余りました。あ、え、オーブンがあるんです。すげえ、汚れてない？汚れてる。なんかね、そう、修理とかするの。修理しなきゃいけないの、最初。時間大丈夫？時間は、ちょっと待って。おや、もう一つ、混ぜちゃおう。はい、はい、OK。食べまーす。いいね。いいね。で、300ml。かけちゃおう。りまーす。そう、だから混ぜて、いいよ。あ、OK。混ぜたものが2個並んでますけど、名称として。来ました、サーモンフィレのボイルドで、ポテトは、ね、あれか、ビーツのせよ。ビーツのせよ。さっきもビーツのせたから。そうだね。ビーツのせて、はい。同じようなものを。来た。あ、マジで。写真のまんまだな。あれ、味は一緒やけどな。マジで味一緒。どういうこと？ビーツが不要な食材って言われた。いや、これなんかそのさ、たまにあるよな。なんかお客さんがさ、うん、自分のこと神様だと思ってさ、なるほど、ね、何でもクレーム言ってくる。クレームなんだ。リアルだね。リアルにできてる。いや、本当にそう。あ、なるほどね。はい、ポテトが多い。あ、ビーツいらんからね。そうそうそう。まあ、そうなんすよ。いらんっていうか、でもこっちのシェフ側の意見だからな、ビーツ入れるかどうか。確かに。知らんからね、皆さんは出来上がりを。いや、いるわな、マジでこういうお客さん、うん、と、チキンブイヨ1000。これ何？なんだ、これさっき出たやつじゃん。さっき一回竹内をこぼしちゃったやつ。ウクライナ風ボルシチ。そうそう、ビーツあるやつか。ビーツ得意分野だからね。得意。一回捨てて、で、拾って綺麗になるんで。これライフハックです。一人暮らしの皆さんもね、やってみたらすぐ綺麗になる。これ一人暮らしのライフハック。はい、ライフハック。すごいですね。チキンブイヨン、チキンブイヨン、はい、丸一いきます。いっちゃっていいね。いい、捨てて。塩20、胡椒20ですね。これ大体20だから、はい、いいよ。慣れてきたね、手つき。ありがとうございます。塩どこ行った？買うか。もう予算がないね。おかしいだろ、バンバン売り上げてんだけど。マジで不景気。不景気なのかな。チップとかも、ビーツ600、玉ねぎ120。ビーツ得意分野だからね。うん。え、てかマジでこんなに売ってんのになんでお金増えないの、うん、こっちは。やられてる、やりがい作詞かもな。うわ、人のね、やりがいにつけ込んでね、こっちが給与、正当な給与払わない、やりがい作詞。やりがい作詞されてる。人参70、ネパセリ80。ちょっとこっちは本気なのにな。ちょっと冷めるわ。120秒。はい、オッケーオッケー、余裕です。余裕です。もう慣れました、ここは。慣れっこですね。120秒、2分いっちゃってください。 OK ないっす。 OK いった？いってない。 OK OK。 潰したね。マジでビーツ入れるのと潰すのはマジで得意だから。そうね、経験が違うから。いい、よし。あ、気持ちいいな。気持ちいいな。使うやつちょっとまとめとくか。そうね、一箇所に。その方が綺麗。綺麗なんですよ。整理整頓のことは一箇所にまとめることです。そう。それ使ってるやつだよ。それ使ってるやつだよ、今。あ、いいよ、いいよ。使わないよ。使わないから。いいよ、いいよ。いいよ。ワンタッチ。
げーですね。もう見慣れない。あったっけこれ。あんな、え、壊れてんだけど。なんで？壊れてんだけど。なんで？使えてたよねさっき。壊れてんだけど。朝来たら壊れてたんじゃん。おいやられてるやん。誰？昨日。マジでやばい。やられてるやん。これに至ってはマジで意味わかんないし。なんで？誰やねんこれ。普通になんで。何？ちょっとうざいな。ちょっとうざいな。治安が悪いんだなやっぱり。確かに。なんせ。関節照明もある。あ、関節照明。関節照明もある。綺麗だな。うん。ちょっと。うっさいな。油かたぶらしとくか。そうね。マジでこれさ、クローズのタイミングで掃除するんじゃなくて、うん、これその働いてる途中で掃除してるのマジ偉いね。そうね。それができるやつ。仕事できるやつすればやっぱ。お前油かたぶら、お前油かたぶらあの中に入れんなって。あの一同の中に入れんなって最強のアイテムやぞ。お前油かたぶら。オッケー。お前あれめちゃくちゃ使えるアイテムなのに、ごちゃごちゃのとこに入れんなって。もう麻酔いらんな。麻酔いらんな。一回も入ってないから。うん、麻酔1個サービスでつけちゃおう。オッケー。300ml です。とりあえずね。いけるちゃんと。あ、ちょっと多いな。多少多いけど。で、麻酔サービスつけちゃおう。ちょっと振り落とすか今。落ちんの？落ちる落ちる。ええー。いけこれマジで死んじゃうんじゃない、マジで食べちゃった。あー嘘。え、あー信頼が下がるとこまで下がった。冷静が最悪や。普通に多すぎて言われてるし、なんかはここちゃんとやったし。マスじゃないんや。マス怒るなら分からんけど、テクニックにマス入ってない。オッケー。いやー今日も耐えたね。いや、よかった、マジで、うん、見違える機能とは、うん、やっぱね、初日とは全然違いますからね。こんなブースないって、真っ先に。はい、OK です。いやマジでいいね。楽しいですね、こういうゲームはね。タスクの、で、チッ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 てんの。ちょ、危な。危な。まあ、入れとくかも。そうね。あ、でもこれ、これ全部入れたらさ、足箇所みたいになるんちゃう。なるね。足箇所みたいになるね。今、あといくら残ってる？お金。あといくら残ってるか。足箇所みたいにしたいな、もっと。足箇所みたいにしたいよな。もっとマス買って。マスより安い魚ない。マスちょっと高いんだけど。マス7か。限界だな。限界だな。いいね。いいね。足箇所みたいですね。マジで見えるもんな。ワクワクするね。ワクワクする。なんかアシカになってこういうの食いたいしな。確かにな。でで、オッケー。そうね、これはもうどっか、どっか床の方が一緒もん、アシカが食べるやつやから。壊されるの怖いな。食われちゃうんじゃない今日は。確かにな。怖いんだよなあいつ。あれ壊すやつね。壊すやついいな。入ってきてびっくりしちゃうから。ちょっと怖いな。お疲れ様でした。いや、いいね。なんかお客さんの質が良くなかったな今回。いや確かにな。なんかマジでイチャモンが多かったです今回。リアルだね。あ、店出したての時はそうなんかな。てかむっちゃ日によるからな本当に。そういう日が、人が来る日はもうそういう人が来るから、うん、なんか確かに運の流れ的に。いやいいねマジで。いいでしょう。もう400人変わらず見てる。なんでやねん。すごい。やー、コロナで飲食大変だからって。そう、やっぱだからそうなのよ。当たりきついんかな。みんなやっぱその辛いこととかがあるとね。確かにね。人に当たっちゃうから。流れるようにさらしてんなった。仕込みじゃんじゃない今。仕込みすっか。昨日仕込んでおいたレモンがあるから、うん、レモンは結構いけるけど。でもいっぱいありますからね。もうちょい切っとく。でももうちょい切っとくか。
ちょっとじゃあもう一回。そこを行って最悪床に落ちてるやつは別に出せるからな、ね、提供できるから置いといて損はない。一生一生乗らないんじゃないですその角度。マリオパーティーみたいな。ああるけど、あるけど4個ね、昨日と同じ。はい、オッケー、慎重にね。そうそう、落としちゃうから慎重にしないと。落としちゃったら良くないから。危ねえ、まな板の。あ、いいよ。どこ行った。あ、まな板の下にあるわ。オッケー。行きまーす。俺結構朝の仕込みとか好きなんだよな、この時間。ちょっとわかるな、そのお客さんに追われてない感じがね。そうそう、緩やかな。そうそう、こう朝レモン切る時間が一番楽しいから、うん、やりがい、やりがいです。はい、今日も OK です。一日頑張りましょう。はい、えらいちゃん直して、うん、オッケーオッケー。普通に下にある分に、下にある分にはい、仕込みフェーズももう自分から終わらせてるやん。もうそうですね、言っちゃっていいっすよって。うん、これ何。はい、来ました。はい、来た。はい、待ってました。はい、あります出てくる場所キモこのためにやってたからね。塩コショウ、じゃあコショウか、コショウタイムディール 5g ずつね。いいね。僕言っちゃいましたけども、タイムね、わかんないからね、5と6のお客さんは。そうそう、なんぼのもんやねんっていうね。そう、お客さんでね、これが前とちょっと違うんじゃないみたいな人いるけど、うん、店員が分かんないこと分かるわけないからね。確かに、そんなもう当てつけが何者でもないですから、うん、無視して大丈夫ですからね。90秒、焼きまーす、はい、あれ、あ、それどこで焼く。これはあれですね、まだ下が生きてるんで。ああ、そっか、上は壊されちゃった、うん、上壊されたけど、昨日分かんないけど、どんどん焼く。そうね、あるに壊したことないから。え、どういう魔法今の。ああ、無理なのか。はい、上壊したやつ誰マジで。オーブン、これどう、これいける。あ、無理や、扉がない。オーブンの上壊したの誰マジで。誰これ、ダメだよそんなしたら。え、下は、え、どうやってやんの。え、下は、下お飾り、お飾りかよ。あ、開けた。しゃがむ、しゃがむボタンあった。初めて知った、初めて知った。連絡ノートに書いといて、オーブンの上壊した人誰ですか。なんで出るまでできないよ仕事、うん、はい、で、ホースラディッシュ乾燥。あ、これ味付けか。レモンの四つ切り。ホースラディッシュかけた。ホースラディッシュはね、多分焼いてか、うん、パセリの葉は 6g。 ちょっと焼き終わってからか。ホースラディッシュあと確か初日に捨ててたよ。あ、ほんま、買わないとない。え、でレモンが四つ切り。四つ切りはね、一個も仕込んでないんだよね。よっしゃがめるわ。四つ切りだけ仕込んでないから、うん、まあでもこの辺そんな感じじゃない、四つ切りっぽい。 OK OK で、でホースラディッシュ買っといた方がいいんじゃん。 OK、 ちょ、お金なすぎるな。なんなん、やりがい搾取やな、マジで。え、飲食業界これだからみんな辞めちゃうんだよ。しんどいんだよみんな。マジでそう、ヒーヒー言ってんだよ本当に。なんで63円しかない、おかしいって。おかしいよ、店長たちもうすごいしんどそうだったもん。俺らはね、店長にもうちょっとその上げてくださいって言うけど、うん、店長もね、それそそうだよ、上から言われてるから。そうだよ、正直言いたくない店長も、うん、で、これでこれの吸って、触れる、開けるわ、触る、あんま焼けてねえんだ。これですね、これ 5g かけまーす。え、完成、完成です。えぐい早い。これはいいんじゃないでしょうか。はい、いった、怖い、マスのオーブン焼き、はい、いった、マジでよい、はい、来ました
今までで最高得点。最高得点出ましたよ。いや、俺ら1日かけて減らした名声1日で戻してる。素晴らしい。一発で戻してる。めっちゃうまかったやろな。レモンのやつ切りが。完璧。完璧。41円くれました。チップ？チップ。きた。ありがとうございます。やっとや。今、さっきもう50とかになってたのが、いくらある今。今いくらこれ90いくらある？これが今あ、ちょっと増えた。マス70マス3回んじゃん。マス3回やるな。マス3回ってこと。お金あるときにマス買っとかんと。マス買っとかんとね。マス買えんくなってからじゃん、もう遅いからね。吸い込まれ方入れれる。おー、いいね、おもろいね。これでさっきはチップ分でマス買えたからいいね、溜まってってるよマス貯金が。これに関してはもう昨日作ってあります。実はこれです。最速で出せるやん。最速で出します。えぐっ、最速だなマジで。あ、ちょっと多いな。まあ、お、いいよ。マジでちょっと待って、足りんくなる可能性あるから。やばいよ、それはまずい。それは意味わからん、マジで。それはまずい。さあこれは申し訳ない。もう出そう。これはもう申し訳ない、本当にごめんなさい、今のは本当に過失です、僕の。これはね、謝りたい。うわ、速度評価してくれるのが意味わかんないな、これは。ごめんなさいね。多すぎだって、玉ねぎと人参とレパセリが多すぎました。ごめんなさい。ただ料理の量が少なかった。向こうもあんま分かってない。おい、客も少量で玉ねぎ多い、人参多い、客もあんま分かってないな。味が濃いのはすぐバレるから、どんだけ量少なくても。 そこじゃないから、怒るとこ。味の濃さは、ね、すぐバレるからね。飲むんや一回その量でも。ちょっと来たやつがちょっとね、舐めたらわかるから、やっぱみんな。いや、ちょっと変だな客も。同じぐらい。え、お金増えてない？増えました。チップもらった？今20ぐらいもらった。オッケー、ますます。3買える、20もらってたら。オッケー。俺の計算上、俺結構算数得意だったから。いいですね。ます後3買えちゃいますね。待って、マジで。あ、やべ、マス買いすぎて重くなってきてるわ。重いって画面が。おい、マス買いすぎて耐えられんくなってきた。マスデータ食うから。マス写さないようにしよう。マス写すとね、遅くなっちゃうから、ね、マスちょっと奥やれる。あの、右奥やってっか。右奥やって。っ、ね、重いから、マス写ると重いから。あー、重い重い重い。いいね。置けないのかな。じゃあそこら辺置いとくか。あんま混むんね。なんか2個落ちたけど。オッケーオッケー。なんか綺麗だな、この辺。あれ待って、何これ、ま、重すぎるって。マス、おい、マスのバグがすごいよ。マスバグすごいな。マスのバグが起きてるよ。なんかいっぱいいっぱい拾うみたいなでいいんかったっけな。したいよね。とりあえずあの掃除、なんかあのクイックルワイパーみたいなで向こう避ける。さすがにバチ当たるか、そんなんしたら。まあそしたら食材か。食材はね、さすがにバチ当たる。なんだっけ、トマトスープ、うん、マジ余裕だな。チンブイヨン700。シャレになんないな、余裕すぎて。シャレになんないね。まああとは金が足りるかどうかですね。マスって売れる？マス売れるかな。売れればいいんだけど、売れないとまずいんだよな。700ピッター。じゃあ、はい、おお、いいね。音がバグってる。音がバグってます、マスのせいで。塩買おう。塩買おう。2円か。買い放題だよ。12、胡椒とともに12です。そこ全部12で覚えたらいいから。12きたねえな、テーブル。なんか汚れんだ。で続きまして、なんかカイエンペッパーあるよ。が右、あれないね。あれ、これはしわったなと。が
12、まあ、全部12で覚えたら、はい、まあ、はい、続きましてトマト、玉ねぎ960ですね。トマトだけ無限にあるこの店。あ、これ買ってんの？そう。何個言っていい？いや、あと2か、多分、分からん。で、玉ねぎが120と。1個か。1個です。OK。で、これを60秒。はい。OK。簡単です。簡単ですね。来たかな、あれ、潰せ。潰せです。あったか。チチ捨てるのがやっぱありえなくていいな。ありえないもん。そんなやつ。はい、完璧。あとは、あとはサワークリームを 150g 入れるだけ。サワークリームあります？チキンブヨーか。あったはずだよね。それだ。これは2ミリリットルしかない。こぼしてる。サワークリームですね。買いましょう。買いましょう。てかマジで金ないな。このゲーム積みゲーなんじゃない？そういうことか。どんだけ営業続けられるかっていうゲームなんじゃない？いやそうだな、うん。なんかバイオハザード1みたいな、全然弾がもう手に入らんみたいな。多分それも激ムズ仕様なんだ。300。はい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 、火を止めてと、それもうるさいですと。で 150ml 入れます。はいはいはい、いいですね。120 120。あれ、どっち、どっち、分かった。でも間取って140ぐらいで、めちゃっつったら置くとき来たね。で300ですね。はい、はい、深皿を用意してと。おたまみたいなのないんかいな、これ。いや、ほんとに。ありえないもんな。まずこんな入れ方しないもんな。しないからね。料理を。それでなんか量多いとか言われてもな。結構、こんな頑張ってさ。無理だな。お客さんが怒ってくるのはわかるけど、店、店長とか怒ってきたらマジ切れちゃうかもな。ちょっと意味わかんない。おたま用意しろよ。うん。あ、なんかこぼれた。ちょうどいいんちゃう。ちょうどいいね。これいいんじゃないでしょうか。よしよし。はーい。いや、ちょっと名声食いね。名声食いです。これチップもらえんちゃう？チップ4もいただきました。あざす、あざす。素晴らしいです。素晴らしいです。58円。58円うわ、マスじゃないんか。マスで作る。マスで作ってみっか。サーモンフィレバレないか。しょうがない。マスフィレ作ってみっか。落ちてたやつをとりあえず。しょうがないもん。塩コショウ、胡椒、胡椒ありまして、頭抜けてブルブルって震えてたな、マスが。で、塩買って、あれ、塩また買ってる、この人。塩3個目なんだけど、これ塩3個目買っちゃってるな。塩3個目買っちゃってるね。ひまわりオイル、あ、これね、さっきのやつだ。ひまわりオイル割ったよ、確か。割った？割ってないっけ。割ることある、だって竹内さん、あっちに収納しようとして多分割ってたよ。ひまわりオイル割ってたか。ひまわりオイルを高いな。 10ml。 はい、お、うまっ。ジャストです。うめえ。 でサーモンフィレ、これですね。マスのことですね。はい、表記がちょっと間違えてますけど、なぜかこれのことね。ちょっと尻尾しか入らないですけど。これひっくり返せる。あ、いけるわ、いけるわ。どっち。結局どっち。どっちやねん。結局どっちなんだ。どっちやねん。まあまあいいでしょう。あと何？ボルトポテト。出た。水1000、塩20、じゃがいも300。さっきはね、これ俺分かった、なんでか。ほう。さっきね、全部すりつぶしちゃったからクレーム来ちゃったのよ。なるほどね。鍋買おう。鍋買おう。
鍋が、鍋いくら？足んない、10円足んない。10円ちょっと10円足んないわ。深皿、そのまま熱する深皿で。深皿で焼くか。焼ければだけど。焼けないか。いやでも、煮込みだから、しゃあないけど、このトマトのやつ捨てちゃう？一回その深皿に移したらトマト。そうするか。これもうめちゃくちゃ。確かに。でもこれ入りきっかな。バケツに入れとくか。あ、そうやな。これなら入るやん。賢いね。それも使いますからね。ちょっと見えないですけど、高さが高すぎて石川橋からいったー。おお、賢いで、水1000、塩20。バケツもう一個なかったっけ。あれ2個しかない。バケツちょっとあの魚に行っとんの今。あ、そうか。そうあれ2個だけやっけ。3個ないっけ。2個だけか。うん、はい、ピッタ。ちょっと手慣れてきたんだ。え？え？なこれなんだっけ？あ、オッケーオッケー。大丈夫か？大丈夫です。ひっくり返します。息がいいですからね。息がいいですから。ひまわりオイルついちゃってるね。これでもひっくり返ってんじゃん。ひっくり返ってね、多分。何回かひっくり返ったんで、OK とします。OK。で、塩20。これね、確か。置いて、塩買って、塩買って。20ですね。塩はでもマジで何本あってもいいからね。何本あってもいいですからね。4個目が。サラリーマンのサラリーは元来塩っていう意味ですからね。ああ、なるほど。はい。だから大丈夫なんです。だからいいんです。ポテト。毎回間違えそうなの。オッケー。これはもう問題ないと思います。さっきマジですりつぶしちゃったのがもう。そうね。それ怒るよ。俺も怒るもんだって、そんな。サーモンフライドポテトとか。ポテトと。さ。マッシュポテト来たら怒るの？いや、怒ります、うん、あれもうマッシュポテトじゃなくてスープって分類されてたし、あれはトロトロだったから。ちょっとなんか足んないと思ったら音楽だわ。え、最初からつけてない？すごい、やばいってマジで。それ怒るお客さん。これ何ですか？あったよ。あったな。あれあったな。これ OK でしょ。待って、マジでやばいことなんてない。待って、ご機嫌ですね。マスほっかほかなってるんだけど。マスがね、マスちょっと温まりきってるな。やばいね。温まりきっちゃってるね。温まりきっちゃってますね。温まってるな。まあもともとマスじゃないし。まずマスの時点で怒られるから、まあいいか。レモンのすげば。マスってなんかレモンあった方がいいし。確かにね。マスってレモンが一緒に添えられてることで有名だから、うん、雑な感じがいいな。粗末。投げんのか、せめてこの距離で。おい、投げてんの怖いな。そこレモンしまえないの？しまいたいね。オッケー。これ綺麗になりました。あったよ。さあ、オッケー。大体オッケーでしょう。実家で手で取る。気候ですね。火がついてる鍋から素手でポテトを取りました。これでもマジでエグいね。マジでいいんちゃう。見た目こそ違えどね。やばいね。やばいね。ちょっと。え、ゼロやん。え、いやいや、赤字はやばいよ。赤字はやばい。お金ももらえてないってこと？お金もらえてないっすよ。だる。てか、マジでやばいな。こっちも慈善事業じゃないから。マジで。いや、全然警察行くけどね。普通にお金払わないよ。これはやばいね。
警察編です。お金払わないはやばいな。倫理観がない。音楽うるせえ。ちょっとやばいね。500人見てる。結構やってたよ。40人の想定だったんだけど、これもう減りに減って減りに減って40人だと思ってたんだけど、ごめんね。めっちゃ減ってると思ってたわ。こんな見てたんだ。嬉しいね。まあ、こういうゲームがいいね。とりあえずちゃんと綺麗にして終わるか。そうね。チンプイすごいね。すごいわ。油かたぶら。チンプイがね。なんかレモン消せんの、あの汚い。とりあえずした。音鳴ったけど。チンプイでレモン消せないの、さすがに。チンプイ消せないんじゃん。汚れしか。じゃあ意味ないな、あんま。無理か。うん。消せないわ。うわ。意味ないな。スプーンと同じ音するのおもろいな。魔法のアイテム、え、なんか調味料ない？ここから買える、え、買えるというか、なんなら置いてあるわ。うわ、ここでいけるんや。なるほどね。いや、ちょっと最初に教えてくれてないことが多いね。多いね。これ何？あ、これも買えるやつだね。え、別の？そう、2個あるわ、買えるとこが。え、これ新しいの？違う？これも別に一緒、同じ内容、内容一緒か。いいね、間接照明あると明が綺麗、ね、一気におしゃれだな。うん、掃除はあら方終わった？油かたぶら、油かたぶらがあるからもう全然大丈夫。オッケーオッケーオッケー。結構皿もあるね。これ壊したやつ誰？マジで誰これ壊した人？マジでやばい。これ本当に出るとこ出るよ。いやだから普通にさ、いやそのバイトやからってそのなんか適当にしていってでもこれはちょっと限度があるけど、限度あるけどな。壊したら絶対言うけどな、うん、いやその壊してさその場で言ってくれたらさ、まあね、もうそのいやさすがに弁償しろとかないやん、うん、お店のお金で黙り込んでるっていうのが良くないわ。やばいなマジで。これマジやばいです。終わってますこの店このバイト先、この場所終わってます。従業員がキモいな。マス邪魔だな。邪魔だな。マスいらないな。マスマジで邪魔だな。バグるし。マス多いと。重くなんねんマス。マス処理落ちすんねん。マス多すぎて処理落ち。処理落ちすんねん。マジでデータ容量だなマスの。そうな、そこだっけ。マスでかいから、よく食うから。全部集めてなるべくミランとこに置きたいの。うん、なるべくこの辺のあの右、右は右のここ、あ、もっと右の、そうそう、そっちのあっちの奥、こっちの奥、ここマジ見ないんじゃない。確かにダーツぐらい一緒あるの。うん、こういうとこか。マス処理打ちするからなるべく遠くに。オッケー、いいね。綺麗か、だいぶ片付きました。だいぶ片付いたでしょう。はい、綺麗です。マス3ぐらい落ちてんのがキモいな、ね、これキモいな、腹立つな。入れとくか。え、マリオゴルフじゃんもほぼ。弱。弱、肩弱。肩 F ですね。こいつ。いやー、今日もお疲れ様でした。マジね、いいです。ここ先赤字、赤字が続いてます。赤字が続いてますけども、まあまあでもやりがいがありますからね。やりがい搾取、うん。これマジお客さんがえぐいね、本当に。お客さんとか治安が悪い、この街の。あ、出てなかったもん。払わないとかないから普通。名誉が落ちるの。名誉とりあえず振っといて。名誉だね、そう。名誉全振りで。はい、OK です。名誉さえ保てるから。怒られたくないのマジで。怒られたくないからね。え、1時間やってんの？俺1時間ぶりに来たらまだマス散らかしてた。1時間やってんの？あ、じゃあもうそろそろここら辺にしますか。これにしとくか。いや頑張ったね。頑張ったね今日も。バイトゲーム。バイトゲーム。いやこれマジでよかった。うん。なんかマジでさ、もともと俺らバイトしてたからすごい。うん。そのもう俺高校ぐらいからバイトしてるし、長いね。竹内もなんならもう中卒で、うん、お笑いやってバイトしてるから、うん、バイトが長いからね俺ら、うん、余裕なのよこんなゲーム。
楽しくてしょうがない。なんかしっかりやるところと手抜くところが分かる。そうね、あんまり全部やっちゃいすぎたらねきつくなっちゃいますんで、皆さんもバイト経験あると思いますけども、はい、バイトはもう本当にどこを取るかちゃんと手抜いて、うん、はい、あ、バイトってゲームでも難しいんですね、焦ってその焦っちゃってる人もいますね、まあでも慣れたら今みたいに簡単にできるようになりますんで、いいですね、ぜひともうちの料亭で働きませんか。うわ、いや求めてくれるのはねありがたいですね、うちの竹内を。確かに今の見たらね欲しくなっちゃうかもしれないんですけどね、竹内いないとこの厨房回んない。まあごめんなさい、僕ここ任されてるんで僕いなくなったら油肩ぶらする人いなくなっちゃいますんで、ね、竹内いないとねマジ店長が困っちゃうんですよここの。はい、すいません、見てました4日間竹内のワンオペで回してたんでこの厨房、この町には俺しかいないんですよ働ける人間が。申し訳ないっす。はい、マスゲーでしたねって人もマスゲーでしたね今日はね、ぐらいですかね。はい、いやいいですね、はい、よかったです。またやります。ゲーム配信楽しい、楽しい、また見てね。これさ、うん、俺下がずっとマイクの音だと思ってたんだけどさ、うん、なんかこれでさ上も反応してない、ゲーム音量の方も。ほんとだ、なんでやねん、下がマイクじゃなくて上もゲーム音量なんかな。まあ確かにね、なんでやねん、なんでやねん。え、2時間やってるやん。いや、ほんとに楽しかったです。はい、楽しかったです。また遊びましょうね、うん、みんなで遊ぼう。竹内、最後になんかそのみんなに、そのゲーム見てくれたみんなに言いたいこととかある？最初はね、バイトしんどいと思います。でも見てもらった通り4日間、4日間でいいんです。映ってますか？あれ、映ってますか？竹内すっかく喋ってる。どうなってるこれ？映ってない可能性もありますので終了といたします。どうなってる？よいしょ。